はい、今週もやってまいりました。ガシャポンのアソート確認です。今回アソートを確認するのはこちら。ガシャポン仮面ライダーガイムサウンドロックシードシリーズカプセルロックシードの03です。値段は1回500円。全4種類で対象年齢3歳以上となっています。で、その4種類とは、今回はブドウロックシードと仮面ライダー龍騎のロックシード。そして、それぞれのレアバージョンですね。ブドウロックシードは前回の02と同様メタリックバージョンが入ってます。で、龍騎の方はなんと LED が光るんですね。デラックス版だと全てのロックシードは LED が内蔵されてるんですけど、食玩版、ガシャポン版は LED が省かれてます。で、今回はレアのバージョンだけ LED が入ってるんですね。さあ、今回もレアが1個ずつしか入っていないのかどうか、早速確認してみたいと思います。さて、見ていくんですけれども、まあ、どうせブドウと龍騎が10個ずつ入ってるのは間違いないと思うので、まずは、種類を分けてみたいと思います。はい、ブドウと龍騎に分けてみました。やっぱり10個ずつ入ってますね。これは前回の02から一緒。ではその次にブドウロックシードのレアをこの中から探してみます。では見つけました。やっぱり1個しか入ってないですね。ちなみに左が通常版、右がレア版のメッキです。ヘタの部分からブドウ、そして周りのシルバーのところまで全体がメッキなんで、外から見てもだいぶわかりますね。両方中を開けてみました。こんな感じで全然違いますね。中を開けるとこんな感じで、中のシールもメタリックになってます。めちゃめちゃ綺麗。ちなみにブドウのガシャポン版のオリジナル音声はこちら。音声に違いはありません。では今度はこっちの10個の中から龍騎の LED バージョンを探してみたいと思います。ということでですね、5分ぐらい探してみたんですけど、外見の違いは全くないです。なんで外から LED バージョンを探すのは多分無理ですね。じゃあ中10個開けてみましょう。ということで全ての龍騎を袋から出してみたんですけど、やはり見た目からではレアは見つかりませんでした。では次に蓋を全て開けてみたいと思います。これとこれかなり違いますね。左2つに比べて右のものはこの青のシールがないんですね。これは多分レアかな。あと上のシールも下のシールも、他の多くはオレンジ色なんですけど、こっちのシールはオレンジというよりは赤のシールですよね。ああ、やっぱりそうですね。おそらくこれがレアです。では確認してみたいと思います。おお。ということで、中を開ければレアがわかるみたいです。あともう2つの音声も聞いちゃいましょう。ああ、なるほど。ファイナルベントが一番最初に来ているのは、なんか劇場版とかで使われたりするんですかね。ちなみに通常版の方を確認してみると、ああ、やっぱ光らないんですね。ということで今回はカプセルロックシードの03のアソート確認を用意しました。予想通りやはりレアは1つずつ、かなり厳しいですね。 LED バージョンは特に見た目からはわからないので、ガチャガチャをやった時、実際にボタンを押すまで、光るかどうかわからないスリル感はありますね。以上、カプセルロックシード03のアソート確認でした。